森チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。マイファーストストーリースタッフ、改めまして森チャンネルスタッフのルカと申します。急にね、お前誰やねんって感じだと思うんですけど、このチャンネルご覧になってるってことは、まあうちのボーカルヒロが YouTube チャンネル始めるっていうのを知られて、あの皆さん見に来られてると思うんですね。まあ、なんで今オープニングで僕が一人で喋ってるかっていうと、ヒロこの YouTube チャンネル開設したことを知らないんですよ。これ僕が勝手に YouTube チャンネル作ったんですよ。はい。で本日ね、習志野文化ホールマイファス本番なんですけれども、ライブの MC 中に僕が乱入して YouTube チャンネル勝手に開設したドッキリ、1本目からドッキリっていうカロリーが高いものなんですけど、をやっていこうかなと思ってまして、まあ、ぜひその模様を見ていただけたらと思います。お疲れ様でーす。すいません、めっちゃ練習してるんやけど、マジでめっちゃ気づいたからいや、あのひろきさんに、実はすごいドッキリかけちゃってて、今お前死ぬのか、いや、実は今日月末で明日10月1日じゃないですか、俺ひろきさん本人に言ってないんですけど、ひろきさんの YouTube チャンネル俺勝手に作りました。いやいや、お前エグいぞ、それやばい今撮ってるじゃないですか、これ、うん、これ使う、これは明日公開します。エグいやん。どうもキットです。キットです。そう、あの本人もまだ出てないです、このエグい。俺らが最初に出ると思う。そうそう、どうもキットです。ノムです。今日この後本番 MC 中に僕ちょっと勝手に乱入して、お前やばいな、お前なんかマイファスの愛強すぎてマイファス乗り込もうとしてる。俺マイファスのメンバーになろうとしてる。マイファスめっちゃ好きなんですよ。まあちょっと MC 中に、まあ今日ファンクラブっていうのもあるんで、まあファンクラブのみんな先に知ってもらってとか、まあ終演後には告知するんですけど、あ今日も、あそうそうそう、協力してもらっていいですか。すいません。こんちゃーじゃない、こんちゃーじゃなくて何？何？こんにちは。お前喋ろ。ねえ、お前喋る。喋れる。喋れる喋れるじゃなくて。生き物。生き物。じゃじゃ。ですね。はい。ヒロさんにドッキリっていうか。ドッキリ？お前死ぬぞ。で三人メンバー3人に会いましたね、ヒロさん以外の。あれをと。はい。ああなるほどね。なんか言えよ。お前明日10月1日からですね、ヒロさん YouTube チャンネルをエグいぜー。どういうの？ YouTube 始めるんですか？チャンネルは開設しました。もうした、はい、明日やな、はい、誠に勝手ながらあれって自分がやりたいから、ああいうのって勝手に始めなかったか。俺もテレビも自分がやりたいと思ってやってるの。でも自分がやりたいじゃなくてやらされます。ちなみにチャンネル名ないで森チャンネル。いじくまってるじゃん。いじくまってる。もうほんまにそれでやってる。やってる。本当に解説してて、ちょっと終演後にツイッターの方で、あもう今日やるやつ。リンクは開放して、あで今この撮ってる様子、それも素材ない、これ明日公開します。やばお願いします。明日からやった、今日終わったら森チャンネルで調べたら出るってことやった。そうですね、まあ、でもこちらのチャンネルでやばいっす、それはえぐっ。
それ YouTuber えぐんです。いや、YouTuber はなります。もう YouTuber です。てかもう、今なってるってことやから。もうチャンネルはあります。だから今現在バンドマン兼お笑い兼 YouTuber です。お笑い芸人です。みんな応援してください。よろしくお願いします。本日お疲れ様でした。何ですか。いかがですか、心境は。なんかいかがですか。はい、森チャンネル。何の感情もないよ、別に今。YouTuber として。YouTuber として。はい、いかがですか。いかがですか。逆にいかがですか。そう。やっていけますかね。やっていきましょう。非常に不安の塊でしかないんですけど。いや、まあ、でも最近のね、ひろきさん。メディアで活躍されてる、やっぱトーク力も。なんかことない。全然そんなことないですよ。全然そんなことないです。まあ、ということでですね。どれだけのということで何ですか。事故かと思ったの、ライブ中お前が来た時。そうっすね。そうっすね、じゃないんだよ。お前に今話しかけてんだよ。誰の話してんだよ、今あれは。本当ですよね。本当に。急にじゃないんだ。めちゃくちゃ緊張しました、あんな大勢の前で。携帯持って我慢してる。欲しいじゃないかな。何してんだ俺と思って、普通に。はい、そうですね。まあ、頑張何を頑張るのか分かんないですけど。そうですね。一回僕前に合宿行った時、手料理振る舞ってくれたじゃないですか、うん、スタッフメンバーみんなに、うん、やっばってくれ、めちゃくちゃうまかったんですよね。今まで食ったお味噌汁で一番うまかったんですよ、あれ。お味噌汁？お味噌汁じゃないんですか、あれ。知らねえ、知らねえ。すげえ煮込んでた、あれ味噌汁じゃないんです。いや、鍋ですね。鍋ですよね。鍋ですよ。味噌汁じゃねえ。鍋です、ね。はい、味噌汁と思ってくれたんだら味噌汁でも別に構わない。そうそうそう、触ってないよ、だから俺の思いは君に。そうっすね。寸胴で味噌汁作ってくれた。寸胴で味噌汁作んねえだろ、引き出しじゃねえんだから。お前のために寸胴で味噌汁作ってくれたの。母じゃねえだろ。しかもだって結構いろいろ作って味噌汁が一番うめえんだよ。ダメんなよお前。あんなのお前味噌ぶち込んで大体同じ味噌になるんだろ。いやいやいや、あれはマジでやばかったですよ。いや、その料理動画とかも見てみたいなと。あ、作る。そうですね、あんまイメージないんですよ、でも正直。ご飯作る。ヒロさんがご飯作るっていうのなんか全くイメージなくて、正直。あ、そう。まあそうだよ。でも一人暮らし長いからね。まあそうなんですけど、なんか外食多いイメージですけど、でもなんか急にファミレスとかも行きますし、まあどこでも行くじゃないですか。なんですけど、手料理ってなかなかないなと思って。え、何？これから俺手料理を作る動画なの？まあ、とかもありかなみたいな。そんな汚れなんだ。汚れって言い方何なんですか？それ今活躍されてる方が敵に回しました今全部。これそんな汚れをなんで通すんですか、そのまま。いや、いいよ全然作る、まあ、もっとさらにね、テレビではないオフなひろきさんも見たいなと。お前の MC ムカつくな、なんか。お前のまましなんかちょっとムカつくな、なんか。なんか本当にそうですね、俺も今思ってます自分に。まあちょっと急遽、まあ、こんなドッキリを仕掛けてしまいましたが、はい、長いっすね。長いんですよね。ドッキリって普通その場で終わるけど、はい、続いちゃうドッキリってあんまないよね。そうなんですよ、継続しちゃうんですよ。気まずいっすね。気まずいっすよね。とても気まずいっすね。頑張ってください。はい、頑張ります。おっ、見てくださってる皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。ベルマーク、通知ボタンもオンにしてください。はい、おっすおっす。